はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の大使、ウィズ・パーピット。夢、幻のごとくシナリオの、追加編第5話ですね。前回、ね、とりあえず、ね、これ、武田家がね、攻めてきました、ね。ここ取りたいです、言ってきたけど、なんか知らないけど、お山城ね、もらっちゃったっていう状態ですね。はい。ということで、何のために攻めてきたのか、武田がね、攻めてきたのか、さっぱりわからないですけど、まあ、そんなところで、進めていこうかな。兵糧買ってないかな。取引を行いましょう。あー、偽物だった。しょうがない。そしたら、なんか引っ込んじゃったね。7000円。こうやって1万1000円。違うな。いいか、いいか、こうでいけば、皆の者、我に続け。1万7000円。ダメだな。2万欲しいな。2万欲しい。勝てる、ね、皆の者、我に続け。で、いけると思うんで、再確認。あ、守り上げか。国衆使えば勝てるね。国衆使おう。あ、こっちもなんかあれだね、なんか。こんなから持ってきてるんだ。へぇー。今こそ追加。あのさ、元千代さん、何考えてる？同盟を結ぼうと思ったんですけど。商いを始めましょう。親善しようと思ってたんだけど。報告いたします。こんなもんあれ、ボイムをすると勢力1になってる？ 1 が2じゃないと、あ、1か。1か。1か。じゃしょうがない。1になったら途端だもんね。じゃあ、取引を行いましょう。って、もっとさ、ボイムの時にはさ、準備ちゃんと整えるからさ、ボイムを。受けたいんだよね。どうしようか、どこ行こうか。これいくつ出してくるんだろうね。3万ぐらいしか出してこれないんだ。じゃあこれでいいのかな。3万、ここで行けば。皆の者、我に続け。まあ2条もらおうか。承知いたしました。北条頭いいよね。まあ、この時代の北条だったらあれだよね。ほら、進展してるでしょ。ねえ、これあんた調子とかだと頭悪いよね。まあそんな気がしてきた。この時代の方じゃ頭いいから、これ生き延びれるわ。普通に生き延びれる。上に方に、ね、上の方に伸びていって、いや別にそんなの、うちに害はないからいいですよってね、断ってるんで。ここら辺とか頭バカだね、この辺ね。もう食われるのは分かってるのに、戦争してくるっていうのね。じゃあ進めとこうか。みんな気合を入れろよ。我が領内に敵が迫っております。
3万。ここ取られたら痛いな。前進せよ。これでいざ参ろう。来月前進せよ。届く前にあと19日もないので1ヶ月以内にあれだ、あのあれを作ればいい。たくさん、あこれ負けちゃう、負けちゃったね。うん、1ヶ月以内周りバッと潰して、我が領内に敵が迫っております。進むのだ。手を打とう。進むのだ。通信も飛んどこう。報告いたします。甘い収束戦です。表情を始める。なんでいいかな。53 45 43。これにて表情を終えるぞ。ゲッチよ。建築、新設で、この辺に防衛ゴール。かしこまりました。かしこまりました。で、この準建所26。かしこまった。28。ここどうせ潰れちゃうから撤去で潰しておいて、これ532。かしこまりました。間に合うのかな。まあいいや、37間に合うね。そうするとここの場所がいざ参ろう、かなり狭く、戦場が狭くなって、でかつここで準現状プラス3000ぐらいになるんで、1万5700あれば多分大丈夫じゃないのかな。知らんけど。西賀とか見てもらってもいいんで、部分企業800いらないよ。するぞ。ちとへたちとへた、いいいいこれで、商業増やして、はっ、まだね、取引を行いましょう。入ってない遠距離引き入れて、違う国主、まず国主入れておくかな。皆の者我に続け。で、余ったんで皆の者我に続け。取引を行いましょう。多分さっきも国主入れてればこれ勝てる、勝つと思うんだけどな。まあいいや。強行11日いいね。牢城一人しかいないでしょこれ。一人で187持つはずないじゃん。70何日持ってくればいいよ。これが来るんで、35日持ってくればいいかな。じゃあここ様子見ていこうか。22万9000、これ勝てるんじゃない。こっちはフィニッシュ使ってますよ。みんな見事な戦であったな。いいね、2条は取れたね。
恥よ、勝ち時をあげよ。したらそのままこれこっちだな。行くぞ、出陣するぞ。これをここから3人部隊で解除解除解除で、これを1人2人3人出陣する。で、あとこっちにも向かわせれば2000、2000だけど、この圧強からだけでいいんじゃないのかな。アズシは1人か。したらこの3日のやつはあれだよね、隣から立ったし使ってんの、うん、3人100もいればいいでしょ。出陣しよう。であれじゃない、結構落とせるんじゃない。これ5000か。今もちょっと落としとこうか、ついでに。結構ここ集合にして、こんなとこ入れらんない。後ろいないかな。でもやっぱこのぐらい持っとかないとダメか。出陣します。行きます。55,000、5,400、3,200。出陣します。出てきてくれるのは確か。じゃあこんな感じで。おいおい、こんなもんかい。うん、触っただけで取れたね。いいねいいね。これはじゃあ国境警備しとこうか。出陣する。あーでもこっち行くと落とせる。あ、落とせないね。落とせるとしたら気をつじようか。気をつ行こうか。行くぜ。出陣する。バカだからね。織田信夫、信夫ね、バカだから落としとくし、落としとこう。皆の力合わせよう。自分が叶わないと思ってさ、神殿深め、深め集め、この戦、深めて、恥はもらったぞ。でさ、ねえ、こういうのに参加してくれてバカだよね。すまねえな。いや、あれ、自分、こっちが神殿やったのかな、向こうが忘れたけど。皆の者、我に続け。ここよりも、あれか、こっちが近いか。12だもんね。18、12日のこっちから行く。皆の者、我に続け。その後、19日。あれ、いざ参ろう。我に続け。先着扱い大丈夫だね。進めとこう。皆の者、勝ち時をあげよう。かたじけない。行こうか。こっち行こうか。1ヶ月かかる。1ヶ月かかるんだったらどうしようかな。ここで国境警備にし、あってとこ。いざ参ろうか。いいねいいね。国境警備かなり連れてるよ。待機するぞ。これ勝てる。もう終わりか。早かったな。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。いい感じになってきたね。かしこまった。取引を行いましょう。共同買って、ありがとうございました。
継続発展、違う、撤去、撤去、撤去しないとなんか 変な、あー、ボールはこれはいる、準備でもいる、多分いる、忍びの里、この辺がいらない、でこのあれだね、防御壁とこれは出来上がってきてるね、どのぐらいだ、行くぞ、17,500 の守り上げ上げね、15,400 ね、うちらもちょっとだけ多くなってるから大丈夫だね、部分騎乗、部分騎乗で、じゃあ1200、これを解除してから、ああマックス行けとこうか、出陣するぞ、またまた重心落とされちゃう、部分機上5000いくつ、解除、よし、家じゃないよね、やっぱり、なんかこういうようなやつ入れてた感じね、多分た大地は違うんだよ、こんな感じだよね、多分出陣するぞ、よし、これで待ってれば多分倒せる、ちょっとね、あ、ミスったな、ちょっと苦労したけどね、継続発展だね、承知いたしました、じゃあ進めていこうか、みんな気合を入れろよ、我が志必ずや果たしてみせる、我が志必ずや果たさん、志果たさずして賞は終えられぬな、待機するぞ、はい、強行でなんかすぐ落ちるみたいね、いいねいいね、10日もういい感じになんかあれだね、集めてくれてあるね、こいつもあれだね、なんか知らないけどなんか反応してるね、これ出来上がってるんで、いざ参ろう、15,400 対あれだ、17,500、そういう感じみたいだね、あんま変わってないね、じゃあ様子見よう、あー信夫のところこれ無理なんだ、出荷で戸部通信で承知いたしました、かしこまった、こういうの証拠かじゃん、使ってるね、あれなんで負けたんだ、戦場低かったのか、いや低くないぞ、意味わからない、出陣するぞ、まあ、先着有利っていうね、それが強く働いたんだろうね、先着なんで勝てますね、
死力を尽くした甲斐があった。3万あーここもらっちゃおうか。それもらえそうだね。行くぞ、出陣するぞ。うん、これが1万いくつでくる。これ取れそうだね。あとどっかどっか、あと1部隊ぐらい。ちょっと少ないかな。出陣するぞ、行くぞ。まあ出陣するぞ。あれだね、うまくいけばもうあれじゃない、あの豊臣の息のね、もう止まる感じになりそうだね。誇りにかけて負けはせぬ、手を打とう、出陣しよう。21日いいねいいねいいね、もらおう、もらおう。出てこなきゃいいんだけどね。なんかさ、なんか出してきそうだよね。なんか知らない、これあれだね、城じゃないところに行ってるの。これいざ参ろう。これ何、城ね。出陣するぞ。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。引けた引けた、かたじけない。そしたらこれ倒したいね。行くぞ。ここで倒せそう。ここの方が楽だ。こっちで倒そうか。皆の者、ありに続け。道を変えた。行くぞ。皆の者、ありに続け。ああそう。そっぽ向いてった。ああそう。行くぞ。だったら、こっち行くよ、こっち行くよ。皆の者、あるに続け。じゃあそういうことで進めておこうか。この城、もらい受けよう。頑張り行こうか。出陣しよう。通称は結ぼう。報告いたします。ご命令を。北条本当頭いいよね。頭いいよね。うん。里芋は頭いいよ。うん、北条。その点今は包囲もかけてるやつらバカだけどね。うん。商業進めて。かしこまりました。取引を行いましょう。かしこまりました。いらないんです。大勢の通り。あれだね、あの開発だね。新もうここら辺はまあ問題ないかな。新設漁村とりあえず。かしこまりました。潰れちゃったんで一回戦うとね、潰れるんで。はっ。ここら辺あるか。漁村じゃなくての。の農作業の場所なんだ。承知いたしました。はっ。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。はっ。はっ。ここはもう撤去でいいかな。準備じゃいらない。ミッションにの街作って。かしこまった。かしこまりました。はっはっ、承知。かしこまった。やるかな、あの発
展かな、発展で漁村連打だね。かしこまりました。あ、お金終わっちゃった。はい、ということでね、第5話のこの辺で、ね、終了していきたいなと思います。まあ、今回は北条さん頭良かったなっていうのがね、分かりました。勢力の方確認していくと、今12ポイントですね。12ポイント、ちょうど半分ぐらいっていうところかな。半分ちょっと手前ぐらい。うん、まあ10話ぐらい、10話ちょっとぐらいで終わりそうな感じもするかなっていうところです。ご視聴いただきありがとうございました。